神保町の朝、今日もまた古本が動き出しました。古本というと埃をかぶって動かないイメージがありますが、ここ神保町は違います。東京の中心部にある神保町は半径600メートルの範囲におよそ160軒の店がひしめく世界一の古書の街です。古本を売る人、買う人が集まり、今日も活気にあふれています。しかし、一斉堂書店の店主、坂井武彦さんはこう言います。神田の古書店街元気だとかね、神田の古書店街には本屋が集まってきてるとか増えてるとかって言うけど、ね、確かにこの数で言えば増えてるんですよねところが内容とかね、実態を見るとやっぱり決して、まあ多分どうかな、いい方向ではないんじゃないのかな。一斉堂書店は100年以上の歴史がある老舗の古書店です。現在の建物は昭和6年に建てられました。坂井さんは3代目の店主です。その当時の本がまさに自分の手に取って見れる、タイムスリップしてません？そもそも神保町は明治の初め、周辺に学生街ができたのをきっかけに本屋の町として発展してきました。関東大震災や東京大空襲の戦火を乗り越え、昭和の半ばにはこの一斉堂書店も学生で溢れるほど賑わっていたそうです。明治大学も日大も、それから中央大学も、専修大学ですか、このもういくつも、たくさん大学が5年、共立女子大もありますしね、そういう学生さんたちがよく本を買いに来てくれた。大学がだんだんと地方にこう、なんていうんですか、行っちゃって、この10年、15年、何軒減ってるかな、特にうちから小宮山さんまでのワンブロックで、3軒減りましたよね。神保町ってどれくらいいらっしゃいますか？月に一度くらい。やっぱり本屋さんみたいな。本屋さん、はい、月1回ぐらいですね。月1回ぐらい。それは何か目的が？本屋さんに行きたい。やはり本屋さん。年に1回ぐらい。1回ぐらい。今日はどういった目的で来られた？別にちょっと暇だから。神保町っていうのはどういうふうに選ばれましたか？なんか生涯で。地元はもう週に一度は来ますし、自分が、僕は東京っ子なんで、中学生の頃から週1回は来て本を買って、それをルノアール持ってってお茶を飲みながら読むという。本を探すときは神保町へ行くと、例えば新宿にも紀伊国屋さんとかありますけど、神保町に来るっていうのはもう習い性になってる。古本屋さんとかは覗きます？覗きます。店頭の安売りだけじゃなくて店の中とかも覗きます？入らない。上パッと見る感じです。そこ喫茶店行って時間つぶすか。確かに今でも多くの人が本を求めてこの街に来ています。しかし、神保町に通っていると言える人は減っているようです。悠久堂書店の諏訪雅也さんは27歳、現在の店主の息子さんで4代目にあたります。神保町古書店街でも一番の若手です。おじいさんの代も父の代もそういうお客さんたちを若い時から一緒に成長してきているっていうのが実態としてあるのかな、だから僕らもお客さんと若いお客さんをちゃんと一緒に、こういういいものがあるんだとか、かっこいいものがあるんだとか、そういうプレゼンテーションをしていかないと僕らもダメになっていっちゃうと思うし、こう古本屋って言った時に畑をこうかけてるっていうイメージではなくて、あ、神保町のああいう町だよねっていうのを、そういうのをちゃんとみんなに分かってもらえるように努力をしていきたい。僕らがかっこいいと思うものは多分彼らもかっこいいと思ってくれると思うんで、同世代の人間として、やっぱりそういうふうな、こうそれをうまくこう
みんなに伝えていけるような形をなんとか取りたいと思っています。古本は全ての商品が一つ一つ違います。それを一つ一つ店の人が売っているのがここ神保町です。大量生産大量消費の時代にあって全く別の価値観がこの町にはあります。いいものは最終的に回り回ってこう巡り巡ってこう戻ってくるっていうのもまた一つあるなっていうのはありますよね。その大量に生産されてた昔生産されたものでもみんながそれこそ捨ててしまったら、そしたらそれがまたじゃあ50年後にまたもっと欲しいって思う人が出てきて探す可能性はすごいありますよね。価値が決まってるのがないから、あの僕らの商売成り立ってるのかな。